皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのアルミです。今日はロッキーたちとミスタードーナツ屋さんごっこをやります。もうね、ずっとやりたかったんですよ。で、今回なんと本物のドーナツでドーナツ屋さんごっこやっちゃいます。で、このミスタードーナツ屋さんセットはこちらのリカちゃんのミスタードーナツへようこそっていうおもちゃを使って、で、ドーナツだけを犬用のドーナツをね、ちょっとね、見てください、作ったので、ここにトッピングしたりしてお店屋さんみたいに並べていきます。で、ロッキーたちはドアの向こうに待ってて、果たしてロッキーたちはどんな反応をするのか、それではスタート。はい、じゃあまずこのドーナツはバナナケーキを丸い型に入れて、真ん中にね、穴を開けてドーナツにしました。ドーナツの型探したんだけどなかったんですよ、どこにも。だから自力でドーナツの形にしました。で、今回ドーナツだけじゃなくてね、いろいろお店でも買ったのがあるので見てください。こちら、これは普通のバナナケーキです。普通のパウンドケーキ型とカップケーキに入れたバナナケーキで、こっちがクッキーとワッフルともみじまんじゅうが、これペットショップで買った犬用のおやつです。で、このクマさんカステラはロミが作りました。で、ドーナツです。まあ、ミスタードーナツはね、皆さん知ってる通りドーナツ以外にもね、マフィンとかもね、再現したいなと思っていろいろ作りました。まあ、ワッフルとかもね、クッキーとかないんですけど、ロミ流のね、アレンジしました。で、ドーナツはあれじゃシンプルじゃん、だからトッピングして並べようかな。ポンデリングとかもね、作ってみたかったんだけど、ちょっと難しそうだったから。はい、じゃあまずはノーマルを2個にして、で、その次はこうやってヨーグルト でトッピングします。で、トッピングもね、クッキーとか用意したから、こうやって乗せて、で、1種類だけじゃさ、ドーナツ寂しいじゃん。今回ドーナツは3種類、ノーマルとクッキーとバナナです。で、こうやって並べます。すごい、クッキー思ったより可愛いんだけど。このトッピングのクッキーは犬用のクッキーを砕いたやつです。よし、じゃあどんどんやっていきます。できたー、オッケー。で、トッピング余ったのは、まあ、お客さんのね、リクエストに応えて、まあ、乗せたりとかね。このね、おもちゃマジで本格的で、すごい可愛くない？袋とかさ、箱もついててびっくりした。じゃん、めっちゃ可愛い、マジで。よし、で、最後、できた、完成。見て、めっちゃ可愛い、ドーナツ屋さんだ。あれ、もう一人目のお客さんが来たみたいです。どうぞ、いらっしゃいませえ、おじいちゃんだ。ミスターリクドーナツへようこそ。ご注文はお決まりですか？見て、かわいい、かわいい。あ、これですね。はい、じゃあバナナケーキ1個。はい、あとは何がいいですか？お、カステラですね。はい、カステラ2個に。ドーナツはどれにしますか？ノーマルとクランチとバナナとバナナクランチがあります疲れてんだけど、お客さん大丈夫？はい、バナナドーナツ。はい、以上で大丈夫ですか？お持ち帰りですか？店内で食べるらしいです。じゃあお皿に盛り付けてあげよう。よいしょ。じゃあお皿にドーナツと。じゃあちょっと今回のお客さんね、ちょっとおじいちゃんのお客さんが来たので、ちゃんとこういうのはね、小さくしてあげます。はい、お客さん、まずお会計が合計2キッスになりますありがとうございます。1キッスしかもらえなかった。はい、どうぞ食べてください。はい、手伝いますね、おじいちゃん。どうぞ。どうですか美味しいって言ってる。うまい？美味しいですか？お客さんちょっと食べづらそうなんで下に置きますね。どうぞ召し上がれ。かわいいはい、どうぞかわいい。はい、結構マイペースのお客さんですね、一人目は。リク、じゃあちょっとお客さんが残りはお持ち帰りにしたいらしいので、じゃあ家でゆっくり食べてくださいね。よし、オッケー。はい、どうぞ、ありがとうございました。ちょっともう1キスください。
また来てください。あ、帰る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 。ありがとうございました。持ち帰ってください。そのまま帰るよ。ありがとうございました。お、2人目のお客さんが来たみたいです。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。ミスタービッグドーナツへようこそ。あ、お客さん、つまみ食い。のののお座り、待て。はい、お客さん、ちょっとつまみ食いやめてください。超迷惑行為ですからね。はい、じゃあまずカステラ何個ですか？3個ですね。かしこまりました。はい、ドーナツはどれにしますか？クランチとノーマル。はい、かしこまりました。2個ですね。お客さんいっぱい食べますね。よいしょ。で、このクッキー小麦粉使ってないんですけど、いりますか？2枚ですね。かしこまりました。いっぱいですね、お客さん。ワッフル1個。はい、かしこまりました。以上で大丈夫ですか？はい、かしこまりました。お会計まず3キスもらいます。はい、1キスでいいですよ。残りあって、あ、お客さんの、ちょっとお客さん、お客さん、迷惑行為ですよ。ちょっとこれはお会計もう一回もらわないと。やめそう。じゃあお客さん、ちょっと、はい、もう食べていいですよ。じゃあドーナツどうぞ。はい、どうですか、お客さん、美味しいですか？美味しいですね。はい、カステラもどうぞ。こちら全部店内で作ってるので出来たてですよ。はい、ドーナツです。クッキーもありますよ。ちょっと迷惑なお客さん来ました。はい、どうぞ。これバナナマフィンです。こちら小麦粉を使ってないのでアレルギーの方も食べれます。どうぞ。はい、美味しかったですか？ありがとうございました。ちょっと迷惑なお客さんでしたね。また来てください。バイバーイ。はい、じゃあお客さん、これで帰ってください。もうありがとうございました。はい、2人目のお客さん、ちょっと泥棒されちゃって、もう大赤字ですよ。次のお客さん誰かな。お、待って、3人目のお客さんが来たみたい。どうぞ。え、うわ、なんかごついの来た。いらっしゃいませ。ミスタービッグドーナツへようこそ。ご注文お決まりですか？バナナケーキ人気ですね。マフィン1個と、お、これ今日初注文、バナナパウンドケーキですね。じゃあカステラ3つお付けしますね。さっきカステラちょっと泥棒されちゃって、すごい顔似てるんですけど、知り合いですか、さっきのお客さん。ドーナツはどちらにしますか？お、バナナ&クランチ来ました。このスペシャルドーナツね、2個しかないから。お、バナナドーナツの注文入った。じゃあバナナドーナツ入れますね。はい、他は？ OK、 もみじまんじゅう。なんか このお客さんめっちゃ食べる。え、お客さん、これ払えますか、ちゃんと。以上で大丈夫ですか？じゃあちょっとお皿に盛り付けしますね。少々お待ちください。お客さん、なんか一番お利口な気がするけど。じゃあ最初これ食べててください、待ってる間に。もう1歳だって。だから食べ方汚いの。お客さん、かっこいいサングラスつけてますね。はい、どうぞ。はい、こちらもできたので、どうぞ召し上がれ。はい、手伝いますね、お客さん。はい、どうぞ。お客さん、ちゃんと食べて。なんかこのお客さん、すごい、なんか食べ方がすごい赤ちゃんで可愛い。あ、これが食べたいみたい、もみじまんじゅう。で、さっきのお客さんよりすごいおとなしくてお利口さんですね。こちら全部で5キッスになりますけど、払えますか、ちゃんと。どうぞ。すごいマイペースでゆっくり味わって食べてくれてる。美味しいですか？めっちゃ飛ばすね。はい、ありがとうございました。はい、お出口こちらです。お出口こちらです。あれ、あれ、はい、こちらです、お出口。はい、なんかすごい、なんか毎回個性の強いお客さんばっかりですね。もうここもめちゃくちゃです。じゃあ綺麗にして、残りね、もう見て、少なくなってきた。もうちょっとで売り切れだ。お、なんかめっちゃお客さんの足音がするんだけど。え、どうぞ。うわ、え、いっぱい来た。
待て、お座り。お客さんが3人も来てくれたんだけど、やばい、しかも超迷惑なお客さん来たよ。みんな誘ってきたの、知り合いだったんだね、みんなね。これ全部買ってってください。もう閉店間際なんでセールです。お、お客さんなんかリュック背負ってる。お持ち帰りしますか。じゃあお持ち帰り詰めてる間にね、このドーナツ食べててください。もういいや、そのままどうぞ。美味しいでしょ。じゃあちょっとお持ち帰り希望が入ったので、じゃあ全部入れますね。お、はい、入れられた、お持ち帰りで。このもみじまんじゅうとかも少々お待ちください。あ、おじいちゃんなんか食べますか。はい、お客さん、じゃあワッフルどうぞ。はい、ワッフルどうぞ。はい、おじいちゃんはこれだけね。これお持ち帰りボックスおまけです。これもお持ち帰り。じゃあこれだけ半分こして食べてください。はい、どうぞ召し上がれ。ちゃんと閉めて、じゃあそちらのリュックに入れちゃって大丈夫ですか。はい、この中入れときます。待って、よし、お拭きしますね。よいしょ。はい、じゃあこちらお持ち帰りボックス持ってください。持てないですね。じゃあ出口までお持ちしますね。ありがとうございました。はい、こちらです。ありがとうございました。また来てください。バイバイ。皆さん無事全部完売しました。やった、よかった。もう全部売り切れ。あのね、あ、お金もらうの忘れちゃった。まあしょうがない。もうあのお客さんはね、超あのちょっと迷惑だったんですけど、まあ可愛かったので許しちゃいます。はい、じゃあ皆さん、ということで今日はロミがずっとやりたかったロッキーたちとミスタードーナツ屋さんごっこをやりました。超可愛かった。次考えてるのは31屋さんごっこやりたいなと思ってるので、もうリクエストとかあったらどんどん書いてください。じゃあお客さん呼びます。どうぞ。あー、来てくれた。もうないよ。はい、じゃあということで、またロッキーたちとね、ごっこ遊び見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。美味しかった。お客さん、迷惑なお客さんに、いかつい可愛いお客さんに、おじいちゃんのお客さん、お利口でした。バイバーイ。